今回は女子がデート前に秘密でしていることをティムの商品を使って紹介していこうと思います。普通起きる時間はまあ30分前とか1時間前とかやけど、まあ、好きな人と遊ぶときはまあ絶対に1時間半前には起きるよね。やっぱ何があるかわからんし、しっかり可愛くしていかなあかんしな。まあ、こちら携帯見てるんですけど、まず好きな人から LINE の返信が来てるか確認して、まあ、TikTok でデートした方がいいこととかを見てます。まあ、朝起きて一番初めにやることは、まあ、二重の調子を見るっていうことはマストでやるよね。でも大体好きな人と遊ぶときは二重の調子悪いっていうオチなんですよね。まあ、二重の調子がいいときは時間が余りますので、こうやってゆっくりご飯も食べれます。しかも朝ごはん食べてるか食べてないかだけで全然口の臭さが違うし、なんか乾燥するから口めっちゃ臭くなってるか不安にならん。だからしっかり朝ごはん食べて口臭くないよっていう自信をつけたいよね。しかもスムージーとか使って QOL 上げていくっていうね。まあ安牌にスキンケアしたら、まあ、ヒゲと眉毛を剃りますね。まあちょっとこんな不細工やけど、まあそれは許してください。意外とね、顔脱毛してもねヒゲめっちゃ生えてくるから、近くで見たらうわヒゲ生えてるわとか思われるから、結構ここ入念に剃っていきますね。まあ、眉毛も安牌に綺麗に整えていきます。まあメイクはいつもより気合い入れるからしっかり時間をかけます。よいしょ、今回はティムでたくさん購入しちゃいました。好きな人とデート行くときはその人の好みの系統に合わせたりするから新しいの買っちゃうよね。露出どれぐらいするとかは結構考えるよね。なんか足出したら上は出さんとか、上出してたら下出さんみたいな感じで、出しすぎるとちょっと軽い女かなって思われるから、いい塩梅の露出を狙っていきます。まあ、露出以外にも、まあ、ピチッとした服でちょっとエロさ出したりとかはするよね。ちょっといろんな服買いすぎてわからなくなったので、相手のインスタとかを見てもう一回復習していきます。この時見るポイントとしましては、相手の系統に合わせたいので相手の系統はどんな系統なのかをしっかり見ることと、まあ、好きなタイプの人がどんな服装かしっかり見ていきます。足を出す服に決まったらしっかり足白く塗っていきます。やっぱ肌白い方がか弱い乙女みたいな感じはするからね。続きまして髪型に入りました。まあ、巻く配分も好きな人の時は綺麗に巻きたいから、髪の毛小さい束にして巻きます。まあ、髪の毛くっちゃったりいろんな髪型をしてどれがいいか決めたりします。でもまあこの日は背中の毛を剃るのを忘れたのでやっぱり残念しました。あとまあね、好きな人は可愛い系が好きなので、こういう可愛い系の髪型とかもしちゃおうかなっていう感じで挑戦しております。アクセもいろいろなやつ合わせてと。やっぱ穴開いた靴下とかちょっと癖の強いキャラクターもんの靴下とかやったら、夜ご飯と好きやった場合必死で隠さなあかんから、こういうシンプルな靴下でいきます。続きましては香水です。まあ香水振るのはまあマストなんやけど、途中でもちゃんと香ってほしいから持ち運び式で持っていきます。独特な入れ方かもしれへんけど許してください。よし、これで完璧。続きましてカバンを選びましたら中に詰めていきます。こういうポーチはね、普通はこのままでいいねんけど、ちょっと汚いからデートの時はちゃんと綺麗なポーチに入れ替えます。あとはタオルなんですけど、タオルは絶対持ち歩かへんけど、まあこういう時は一応持ち歩きます。あとメイク道具はいつもより多めに入れときます。マジでタオルあるって聞かれた時なかったらめっちゃ後悔するから、ちゃんとこれでいきます。髪の毛のセット終わったけど、こういう初めての髪型は逆に似合ってるか不安になるから、やっぱりいつも通りの髪型に行くことになります。最
最後に音楽を選んでいってきやーす。まあ大体聴く音楽は、まあ、アップテンポの恋愛曲が多めです。では頑張っていきたいと思います。はい、こんな感じで再現してみました。どうでしたか？まあ、結構ねデート行くまでに、まあ、いろんなことを考えたりね、やっぱり好きな人であればあるほどやっぱり結構時間かけちゃうよねっていう話でございます。で今回ね、あのいろんな商品使ったと思うんですけど、キムさんから提供いただいた商品をたくさん使いました。でまあ詳細とかはリンク載ってるので、何の商品使ったか見たい人は見てみてください。で、あの今さ、それこそ YouTube とかでいろんな人がキムのね、あのアプリの紹介をしてると思うんですけど、結構ねほんまに使いやすくて、なんかそれこそいろんな支払いの方法とかあるから、いろんな人が使いやすいと思うし、それとね、なんかねうちがね意外やなって思ったのは、家具のアプリかなって思ってたんやけど、服とかも結構多くて、アクセサリーとかやし、なんかうちが気になってた商品もティムに売ってて、今回それ買ってみたりしたんですけど、結構全体的に安かったし結構おすすめです。まあ新しいサイトでちょっと怪しんじゃう人もいるかもしれないんですけど、うちもねあの初めて使ってみて結構ね使いやすかったし、頼んで3日から1週間ぐらいで来るから、そう結構ね急いでる人とかにも全然おすすめでした。そして今回ねクーポンありまして、やばいクーポンなんでちょっと皆さんやってみてほしいんですけど、概要欄のリンクをクリックするか、こちらをあのアプリの検索バーで入力してもらうと15万円クーポンがもらえちゃいます。はい、ちょっとやばいでーす。そしてね、あの送料はねあの無料です。今引っ越しとかさ、夏服集めてる人とかもうぜひ使ってみてほしいなって思います。こういういろんなキャンペーンとかはオフィシャルサイトでいろいろいっぱいやってるので、ぜひチェックしてみてください。ほんでプラスでまだありますんですけど、今回あの提供いただいたものの中で一番おすすめしているあのこちらの商品を概要欄のリンクから買ったら 90% オフで買えるので、ぜひあの気になっている人は買ってみてください。なんでこれを選んだかっていうとね、あのこれを使った動画がバズってて、 それでずっと気になってて、あの何普通に買おうと思ってて、あの普通に雑貨屋さんとかで探してたんやけど、まさかティムに売ってると思わなかったんですけど、うち今ちょっとねあのジムとかハマってるんやけど、最近ね体脂肪率とか結構落とそうって頑張ってて、それこそ夏やしね、みんなもなあの体とか気をつけると思うんですけど、スムージーやっぱカロリー低いやん。でそれを朝に飲みたいって思った時にめっちゃこれ便利やなって思って、だからまあ気になった人は 90% 引きやし、ぜひこのサイト買ってみてください。まあそれぐらいですかね。そんな感じです。またやってほしい企画とかがあったらコメント欄で募集してます。はい、今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。